山形、ロバノフ協定とは、1896年6月9日に、モスクワにおいて結ばれた、朝鮮における紛争に関する日本とロシアの議定書である、モスクワ議定書とも呼ばれる。ロシア皇帝大冠式に特派されていた、日本の山形有友元首相と、ロシア外務大臣のアレクセイ・ロバノフロストフスキー以降の間で交わされた、朝鮮の宮廷内の日派と派の、 権力闘争による不安定な政治情勢は日露双方の利益を危険にさらしていた。そこで1896年5月14日、半数において日本とロシアは両国の中朝鮮講師による商村、ウェーバー協定を結んだ。ニコライ2世のロシア皇帝戴冠式に参列するため特派大使としてロシアの首都サンクトペテルブルクに派遣された山形有友は 6月9日、ロシア外相ロバノフと会談し、西徳次郎中路講師の助力を得て、山形、ロバノフ協定を結んだ。協定では、朝鮮の独立を保障すること、朝鮮の財政改革を促進すること、近代的警察及び軍隊を組織すること、電信線を維持することについての合意がなされた。利益線路を唱えた山形有友は、交渉に際して、 朝鮮半島における日露の関係を対等なものにしようと図り、出兵に際しての中兵地域を日露両国で定め、その間に中立地帯を設けることを提案した。いわば、朝鮮を日露両国の勢力範囲に分割しようということであったが、その境界は、資料により大同向のあたりであるとか、ソウル付近であるとか一定しない。朝鮮を南北に分ける、 この案について、ロシア側は、中平地域はその場になって、後に決定すればよいとの判断から、分割案を一周した。しかし、この協定をもってしても、朝鮮半島における、ロシアの優位は動かなかった。この協定は、1898年の西、ローゼン協定によって変えられた。ニコライ2世の戴冠式には、新国からは、李工賞も参列した。 国立交渉とロバーノフは密約を結び、日本に対する申告、ロシアの共同防衛とともに、シベリア鉄道の短絡線となる東西鉄道を、申告領土内から、東端の国立交渉、水分化までに付設する権利も認めさせるなど、ロシアの満州における権益を大幅に認めさせた。ありがとうございます。